村上重太郎さんは当時19歳、6日の午後、広島市郊外の解体地から大芝町へ向かい救援作業に当たりました。その後原爆症に苦しみ、今も入退院を繰り返しています。だから徴兵検査がね、その当時は1年繰り上げて検査受けたんです。というのはあれが、まあ20歳でね、徴兵検査は当時、それを満19歳で、まあ、受けたわけですね。まあ軍隊であったですからね。でその原爆落ちた直後に市内入ったもんですからね。それとやっぱりそれまでに、そのどないうんか、農家のですからね、小さい時からもう小学校降りた俺にかでも肩気にもするどんどんするし、もう体やっぱり鍛えられとったんでしょうね。その頃は、記者の中です。というのは、千葉の連隊に入っとったんです。千葉から、千葉をね、8月の5日の午前中に出発したんですわ、千葉県をね。それでもう、その当時だから、どんこでどっとこどっとこ、掘りしむいてきてんで、僕らはどこ行くもわからんね。ただ連れて来られるから。それで、その日の、晩、夕方6時頃だったと思うんが、京都に着いたんですわ。そして、夜が明けて見たら姫路です。その間、汽車が動いてない。空襲で。それで夜が明けてからまた汽車がごっとごっと動きかけて、どうせ岡山、このまま岡山あたりは12時、そこらであったんじゃないかなと思うんですね。ほんで広島まで行ったわけですわ。そのね、広島の海大地があるでしょ。海大地駅っていうか、広島2つ手前の駅ですよね。そこで汽車を降りたんです。それ以上はもう汽車が通れなかった。というのは、機上が、レールがもうアメリカンないなんじゃ。ね。ほんで、直後ですから、ほんで、そこへ解体地着いたんが、おそらく午後2時頃だったと思うんです。それから歩いて、大芝町まで行ったんですわ。だから、この地図で、どこの方、どう通ったもんか、全然わからんですけどもね、中心地も通っとと思うんです。それで、大芝町に、小学校を軍隊が撤収して、兵舎にしとったんですね。それで、兵舎、もう原爆をやられて、家が潰れとんですね。たまたま軍隊がおるもんだから、火は出さなかったんだ。らしいです。それでもう、部屋の下敷きになった兵隊さんもおりました。僕がいた時にはね。そしてもう、すぐさまそういうような人を助けたり、まあ、いろいろいたしましたがね。それで、歩いて、お城まで行ったんや、さあ、時間にして2時間もかかったんじゃないかと思うけど、わからん、もうその当時のことだから。それで、いきなり、すぐね、どの川であったかどこかわからないんですけれども、その舞台の、別に、まあ、兵舎があったんでしょうね。それを、その川を渡って、兵隊を助けに行ったわけです。怪我しとるから。それで、行った時には、もうとにかく、
西大寺に駅に行ったとき、これ何だろうかと思ったんですね。もう怪我人ばっかりで、4列5列の渋滞でザラーッと並んでて、駅まで来ようんですわね。これ一体どれなんだ、何やと言いながら、バックラボンそれ引率されて行った。そしたらその当時、まあ軍隊でやった革靴は履いとるけども、革靴が長いんですよね。地下食べちゃったんですわ、僕は千葉から来たねんのがね。ほんだらもうアスファルトビヤビヤ暑くてね、僕は家という家は見渡す限りもう潰れちもて、それでもう火災で焼けて、もうほとんどの家は焼けて、大方焼けておりましたね。それでその行く途中に、僕はその時に銃空やな、そこらだから人間の死体見たことはない、それまでは。それだからもう見るのが気色が悪いという感じですわな、その頃は子供あげやから。ほんだらもう死体にね、死体がもう行く道にコロ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 ね、転がっておりましたわね。俺はもう悲惨だというか、もうこれ一体何百機だな来てやられたんかということを、まあある住民の中や人に生まれたその人も聞いたら、飛行機一機だというんだな。一機ですね、これは一体誰も信じられないんですよね。もう死体だけです。家はもう全部潰れて、それでもう見渡す限り焼け野原ですからね。ただ残っておるのは鉄筋の家ね、いわゆるコンクリートの家だけです。その家ももう中は焼けてね、真っ黒で、そんな状態、これどなんだったんだということをね。それでまあ住民の人に聞いたら、飛行機一機だというんだな。それでしかも空襲警報が出て解除になって、空襲がその解除になって途端にドカーンということでやられたそうですね。当時のこと何をわからんのですよね。爆心地がどれやなんかな。ただその川を渡って助けに救助しに行ったり、横川駅から南もっと行ったかな、横川駅より南の方の方向だったと思うんですね。歩き回ったり、それからアップル日なんかはね、軍隊、一般の人はね、掘ってあるんですわ。女の人がこう、うつむけになって倒れたりな、人っても、軍隊はもう軍隊だけをね、さっき収容しました、男の頃ね。というのは民間人は誰が訪ねてくるかわからんし、ね。ということでないかと思うんですね。の怪我した人を助けに行ったわけです。それでその川を渡って行ったのは知っとんで、川がその引き潮でね、水が引いとったわけ、引き潮なんなく渡れたんですわ。それで川渡ってからもう焼け野原の木とかなんとかいろいろ集めて、それで担架を作って、それで怪我しておる人を自分の大島町の兵舎まで連れて帰ったんだとかな。ほんだけど、もう、とにかくその当時軍隊のシャツがこんな広いんですわな、半袖シャツで。それでもそれが通らんほど晴れてね、焼けとけ。もう皮をくるっと剥いて真っ赤な肉体がね、顔でも、特に首からあたりが。見られたらあれではないですわな。しかしそういうのは虫の息というかな。
そういうような方をもう、丈夫な我らだけだから、そこ入った人間だから。担いで、こう、お仕事の前に帰ってきたんですが、帰りには今度はどん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 潮が満ちてきたんですね。そしたら川のへちな沿岸でずっと、一般の方ですとかね、市民が、川の中で倒れてて死んどんだよな。それがどん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 流れてくるんですよ。ねえ。ほんだら僕ら、純平原でその子、人間死んだ見たことなかったぐらいだから。恐ろしいって俺。ほんでこう担いで、ちょっとここまで胸までも水が来ておるんですわな。ほんで死体がぶつかってくるんじゃな。あ、気性苦労悪いって言うから、もうとにかく言いた気持ちなかったですね。当時天候がものすごい良かったわけですね。どうせ30仕事もあったんだと思うぐらいが暑かったです。ほんでね、その、ご婦人の方がな、倒れたの全部うつ伏けになった。ね。これをその、ちょっと動かしたらもう、腐って、ダーッと水出るわね。そういうのが特にな、もう、あれです。それで、そやね、四五日もしたらもう広島市内のハエ、ものすごいハエが湧いてね。俺らもう、本当に地獄ですね。そんなんですわ。一気の飛行機で、な、それでプラーンと爆発したんだというだけで、その信じられんですわな。その時にそれが原子爆弾だということはわからない、我々ね。原子爆弾の意味はもう、軍隊解除になってこっち帰ってきてから5ですわね。ほんでこんな爆弾だったんだということを徐々に分かってきたんだって、その当時はとてもね、分からんですわな。ありました。それはもう下痢しました、第一ね。それで、その頃、食べ物ね、ろくなもんないです。それから、入試した時でも、もう、食器もない。ね。もう食べ物がない。ただ、高粱、ちゅうかな。あんなの、こう、と、大豆混ぜたん。おむすび、これ、丸くした。おむすび一個です。着いた晩に、もらったんがね。それで、その、水もお茶ももちろんない。だからそこらで水道路のみたいなのがあったところの水汲んで飲んだりね、するけど、もう途端にもうお腹壊してね、下痢しましたわ、ずっと。その下痢がもう終戦になって、家帰ってからもう、そうですね、1ヶ月半ぐらいは治れなかったです。今年の3月18日の医者の診断でね、だけども糖尿病、高血圧、末梢神経症、障害、それから肺腺症とかね、それから、ね、頚椎症、頚椎やられるんですよね。その他にも腰椎変形しとんです、腰椎やな。あんなもう腰がね、癌し、それともう足がもう脆くてね、健康そうに見えるんだけど、もうとてもでない。そう、さてと立てるのがもう立てれんようになってね。ような状態です。これが、ね、今年の3月の診断書はこんなんですわ。それで、その病が果たして、被爆して、その結果になったんだという因果関係が、医者は証明しないんです。これはもう原爆受け取るからこういう、体質になったんだとか、なんとか言うだって医者は聞いてくれない。信用して、因果関係をね、発揮しないですよね。
読書しておりました。それで、昭和36年だったかね。から、百姓ではこれ食っていけんということで、その頃ね。その間に、まあ、いろいろありました。作物作るんでもね、いろいろあったけど、これでは百姓だけでは食っていけないと。いうことで、ね、幸いこの町にその製紙会社ができたんですわ。ほんで、これ幸いと思って、その製紙会社へ入って。ほんで、まあ、それが参考体制で仕事があったもんだから、農家をしながら、勤めて。昭和51年だったんかな、2年だったかなって、潰れたんですわ。それで、また、この、町内の、食品会社っていうか、給食ね、その会社へ勤めて、そこでまた10年余り勤め、それから、この、大内ダムがあるんです、この向こうにね。そこのダムの管理に、今回ということで、そこへまた10年余り勤めて、その時71人まで勤めました。やっぱり、被爆二世がどの子の、そのいろいろ世間でな、マスコミとかなんかいろいろ報道ありましたわね。そんなことも心配もしたし、それから、一部には、その手当てをもらいよることをね、お前ら、膝にわずか一つか二つかけてたり、すまんしちゃえという非難もよくありましたわね。だから、なるだけもう、その、被爆者の、被爆したとか、現場の話をしないで来ましたかね。それから、この町内にでもね、兵隊ではないんだけれども、現地で死んだ人おるんですよね。僕より二つぐらい上の、何やね、広島の玉羽毛組とかなんとかいう組に行っとって死んで、その親たちに話してあげたらな、なんだこうしてね。それであったらうちの息子はとても用意とらんだろうな、ということで集ましたわな。あんじいちゃんはな、広島のな、こういうとこ行っとったんだと。ほんで、こんなんこんなんだったんだ、言うてね。まあ、話をしました。ほんで、呼ぶ、ね、聞いておって、それで、この、四音地前だったかね、ひょっとね、孫との話の中で、かける言うんですけどね。ほんだ、じいちゃんだ、自分がここで思っとること。僕に話した通り言うたらええでな。そういうことを言われてな、この子はなかなかなと思ってな、まあ、もう涙が出ました。なんちゃん、こういうこと言われてな、したんですわ。その孫がね、なかなかその物覚えがいいっていうかな、っていうかな、可愛いけどね。実に孫のこと言うと涙が出るんですわ。やっぱり、これからの、な、若い世代の方にね、見て、それでこういうなんだと、それで、原爆っていうのが許されんのをな、アメリカはやっとんだと、それで今なお、実験やるんだ、どんどんね。あれ、これ、最近来た新聞なんだけども、臨海連の核実験だとかね。どん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 やっとるんだよね。ほんで、北朝鮮を全然全然攻めよるけれども、アメリカ自体がこんなことしとるんだけどな。これ絶対許せんなんですよ、ほんまに。僕もこの最後に、この文にも書いたと思うんだが、とにかく、こういうことの原爆を今度使うようなことがあったら、絶対にな、人類を破滅するぞ、ということを書いてあったでしょ。そういうことですよ。本当に、この時の原爆と今は違うんだから。ね。もしそういうようなものを、世界のどこで通ったっても人類滅亡ですよ。ほんまに。そう思いますわ。はい。